日本ではさ、カブトムシで戦わせたりして遊ぶけど、うん、フィリピンは紐つけて飛ばして遊ぶんですよ。僕は怖くて近寄れなかったんですけど。あ、そう、田橋さんは昆虫苦手なんですよ。そうなんです。虫がもうまるっきり。ほら。和樹君も手伝ってくれてます。はい、今、この地主に聞いたら、はい、これ、お二人の画像からもらいましたけど、はいはい、これ見せたら、はい、なんかね、雨が降った後によく見るっていうのは言ってました。うんうん、でもみんな言ってるよね、でも雨が降った後は絶対で、俺らほら、ターラック行った時も雨降った後出るって言ってたの。そうだ、ある。で、そういう人もね、実際、うん、まあ、いるってことだから。そうだね。まあ、何かしらいるけど、まあ、タイミングなんですよね、本当に。そうですね。はい、カブトムシ探しってさ、そんな簡単なもんじゃないからさ、本当に。今回本当にもう思い知ったよね。うん。行ったらなんとかなるだろうって言って、実際に本当に全くもう見つからなかった時は結構ノイローゼだったよね。うん。もうこのまま帰るかみたいな。で、アトラス見つかってくれたらさ、ほら。最終はそのアトラスってやつ。アトラスと、あともうでっかいミンダローとかにいる、テオヒラタっていうやつです。まあ、あと、まあそれだけじゃないですけど、やっぱフィリピンって本当にいろんなレアな昆虫いっぱいいるんで、はいはいはい、でそういう昆虫を、まあ、取って後で、まあ、図鑑にしたいなっていうのがあったので、小さい頃にやっぱ僕ら子供の頃、小さい頃ってその動物図鑑とか昆虫図鑑で育ってるわけじゃないですか、はいはい、でその時に本当に2人とも昆虫大好き でいつか実際その、まあ、世界のそういうでっかい昆虫とかレアな昆虫を実際に目で見て触って探したいっていうのは、はい、もう本当ちっちゃい頃からの夢だったので、ね、はい、今大人になって、まあ、だいぶ時間経ったんですけど、今それを実現させようと、はい、で、サトウキビ畑、はいはいはい、そのサトウキビ畑に集まる習性もあるらしいから、そこに行ってみようかってことなんで、はい、行ってきます。これはスケールで10分ぐらいって言ってますので、はい、じゃあお疲れ様です。今、サトウキビ畑に来て、今大田さんがこちらにいるんですけど、その人に聞いたら10月に完全に大きくなるって言って、そしたらなんかビデオ寄ってくる、カブトムシが寄ってくるって言ってました。サトウキビ畑にいるっていう結構何か言ってるもんね、うん、だんだんそういうフィリピンのカブトムシの生態が分かってきたね、どこにいるとか。だんだんレベルアップしてる。そうだね、最初ここのツリーもなんか重点絞りすぎたから。そうそうそう、サトウキビ畑になったらもうなんていうんですか、考えがもう最初からもうココナッツツリーって言いながらココナッツツリーしか見てなかったです、はい、また次回時期ずらして、はい、サトウキビ畑にでも探しみたいと思います、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、はい、じゃあこの後はじゃあ高橋さんの家でちょっと飲みながら高橋さんにまあちょっとお話聞いてみて、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなご存知の方は分かると思うけど、高橋さんも YouTube やってて、フィリピン その移住だったり田舎生活をコンテンツでやられてるんですよ。そうですね、ファミリー系っていう感じですかね。で、実際移住してきたの今回初めて。いや、2回目なんです。2回目なんです。はい、はい、
もうね、かなり前になるんですけど、僕、松が一つついてまして、はい、その松がつく前に、リコールっていうところに1年だけ移住目的で行ったんですけども、失敗しました。それ何年前なんですか？20年ぐらい前ですかね。はい、じゃあ今と違って、まあ、その住みやすいというか、まあ、レートも全然、はいはい、全然違います。1万円が4700ペソとか、そんな時代だったんで。その昔だったらそのフィリピン移住って言ったらなんかすごい物価も安くて住みやすいっていうイメージがあるんですけど、今実際にその2回目移住してみて、実際にその前1年あその10年前に移住した時と今比べるとやっぱ全然違いますね。これはね、180度変わりましたね。昔は本当にレートがいいし、で周りもそんなに高くない、うん、今はレートが安い上に円安と来てるんで、今ね、ほんとダブルパンチ食らって、今はね、住みづらい、うん、今年の1月の23日にあの移住目的で来たばっかりなんですけど、ここまでね、あの、なんだろう、ストレートパンチ受けた感じ、うんうん、はい、そんくらいのやっぱ衝撃はありますよね、昔から比べたら。その数十年前に一回移住して、でそこでやっぱ日本に帰ろうってなって、はい、でまた今回2回目あの移住できたわけです、はいはい、でまたなんで今回2回目移住しようって決めたんですか？はいはい、僕ね、それがね、やっぱ先ほども言いましたけど、罰が1個ついてる一つの原因なんですけども、はい、もう知り合いました、今の寮も、で、去年までなんだろう、一緒に暮らした時ないんですよ。僕が日本からフィリピンで、それを行ったり来たりを、もう本当に17年ぐらい、ずっと17年ですね。17年も知り合って、すごいね、それは、はい、で、一回も一緒に生活したってないんですよ。それで、もう僕もいい年なんで、そろそろで子供もできて、もう4歳だったんで、そろそろ一緒に住みたいなと思ってたのが一つの原因ですよね。まあ、奥さん愛貴で、あとは、まあ、高瀬さんの、まあ、けじめみたいな。あ、はいはい、そうですね。あれすごいね、そう、17年の付き合いで、まあ、そこで、まあ、愛をさ、ね、育んでね、育んで、はい、移住してから何が一番大変でした？やっぱその物価的に、はい、それが大事です、うん、はい、僕がやっぱりある程度計算してやっぱりで計画してやっぱこっちに来たわけですから、それがもうね、本当にことごとく、もうそこが見えてきたっていう感じで、はい、でその前その一つで、ね、商売もされてたわけでも、はい、そうですね、それもやっぱりあのパンデミックとかその物価 の, あの高騰で、そうですね、はい、なんだろう、あの一つをやってた時は確かに儲けまでいかないんですけど、まあ、ある程度生活ができる、はい、その日暮らしっていう感じなんで、まあ、そういう時にあのなんだろう、やっぱり知り合いのサシさんから電話が来まして、うん、こういう仕事っていう感じで、うん、今のアテクサに紹介してもらって就職ができたっていうことで、ね、今ちょっと安心してるんですが、うん、はい、で今アテクサーズで高瀬さん働いてるから、もし、日本に来たいフィリピン人がいて、でなおかつその、身元引き受けにしっかりしてる人で相談したい人は SM クラーク、アンヘレスの SM クラークでに行けば、あの高瀬さんに出て、まあ、ぜひ相談してみてください、はい、まあ、僕ら今 YouTube やって、この後世界旅行をやって、で僕は一回日本帰って、まあ、その時の状況によると思うんですけど、こいつの場合は、まあ、そのままフィリピンにとどまって、はいはい、まあ、移住も考えてるらしいんですけど、ありがとうございます。でその移住するにあたって絶対なんかこれだけはなんか、まあ、やっといた方がいいっていうか、そういうなんか心構えみたいな、なんだろう、蓄えだったり心構えだったりっていうのは、うん、僕は今回思ったことですけど、うん、僕はもうここに来た時はもうまるっきりこんなに下がるとは思ってなかったので、うん、はい、ただこの先もまだ下がる可能性もあると思うので、うん、それにやっぱ備えた分のものがあったり、やっぱり他から収入があったりっていうのは必要なのかなっていうのは僕は、まあ、そうですね、だから僕ら今本当にもうあの収入源って言ったらもう YouTube の収入しかないんで、もうそれもけどスズメの涙ぐらいなんで、
まあ、だから本当にその世界旅行というか、まあ、一応、今12月までフィリピンに滞在して、でその後東南アジア行って、でユーラシア大陸に行って、でそこで1回あの、まあ、様子見るんだよね、様子っていうか、うん、そのユーラシア大陸行った時に、あの視聴回数、あの登録者数じゃなくて視聴回数が最低1万行ってなかったら、もう旅ストップして、もう完全にもうフィリピン戻ってきてフィリピン系 YouTuber やるか、まあ、だからその時のシチュエーションですよね本当に。まあ、じゃあ YouTube 始めたきっかけっていうのは何だったんですか。やっぱり両方がフィリピン人ということで、フィリピン系の YouTube をちょっと見た時に、あのパラワンド誠さん、 あの人のチャンネル見て、あれ年取ってる人でも YouTube ってやってるんだっていうのが初めのきっかけで、うん、じゃあ俺もやってみっかっていうのが本当に。まあ今では年配の山さん80歳。本当ですよ、びっくりですよ。本当に80歳にデビューするんで。まあ年が関係ないってことですね。そうですね。まあただ今やっぱその YouTube もなんか YouTube 戦国時代じゃないですけど、やっぱこう生き残るためにはやっぱ結構厳しいじゃないですか。そうですね。まあ特に僕、ね、俺らなんて今ひし感じてるわけだ。うん。夜系じゃないけど、なんかコンテンツ変えた瞬間にもう昆虫系になった瞬間にもう使用回数がっつり出てるし、まあ、ただ、ね、あのまあ、お互い今フィリピンにいて、でそのフィリピン系 YouTuber としてやってるわけじゃないですか。一緒に頑張りましょう。あ、そうですね、はい、本当にお互い頑張りましょう、はい、で、あの高橋さんのチャンネルはあのキトタカシ、そうですね、フィリピン田舎暮らしキトタカシファミリーで名前変えたんですけど、ああ、まあ、それはあの概要欄のあの息子くんで、ありがとうございます、はい、ぜひご覧になってください、はい、じゃあ今日は本当にあのありがとうございます。ああ、いえ、本当にあの期待に添えなくて、いやいや、もう全然、いや、この辺でもいるっていうのはもう、あの、はい、近場でも探せるんだなっていうのは、はい、分かったんで、まあ、9月10月そこ行ってちょっと、まあ、どんなのが取れるかちょっとあの行ってみたいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今、子供たちが捕まえてくれました。サラギント。あ、怖い怖い。コガネムシ。サラギントっていうのかな。で、タカシさん、本当に昆虫嫌いだから、あっち一緒に見えてるから、本当に。飛ぶ瞬間、最悪。で、たかしさんが一番嫌いな昆虫って何でしたっけ。ちょ、照らして。カマキリ。カマキリ。あと、バッタもダメなんですよ。ダメですね。もう、失神します。だから、たかしさん、あの、子供と一緒にあの、あの、仮面ライダーとか一緒に見れないから。バイバイ。